こんにちは、レイです。皆さん、いつもクレアの衝撃をご覧いただきありがとうございます。ナレーション担当しております、レイと申します。本日はですね、先日動画の最後でお願いしたおやすみんとみたいな挨拶、これの報告のために今お届けしております。本当にコメント欄にたくさんの意見ありがとうございます。予想以上の数をね、皆さん考えていただいて本当に助かりました。実際にこの音声を撮るギリギリまでコメント欄拝見させていただきました。そしてですね、皆さんのコメントなんかだいたいまったれーとかお疲れーとか名前にねかけたものが多く見られて、やっぱりおやすみんと的なね感じをお願いしたので、そういう感じが多かったですね。あとはですね、クレアの衝撃のクレアにかかったものもありました。その中でね、いろいろ悩んだんですけれども、これに決まりました。早速発表しちゃいますね。ズバリ起立でまったねー、これです。これに決まりました。この挨拶はですね、2、3名の方がね、考えてくださったものです。でも本当にどれも、とても素晴らしくて、悩んだ挙句の、この挨拶になりました。他にね、たくさん考えていただいたものもちろんございますので、それはまた別のね、別の機会に、挨拶してね、お送りできればと思っております。そしてですね、私自身とてもコメント読んでて驚いたのが、またねーって挨拶が思った以上に好評でして、元気をもらえるとか、すごく声に合っているとか言っていただいて、本人としてはあんまりそういうの気にしないで言っていたので驚きましたね。でもこうやってね、皆さんにね元気とかお届けできたら、もう本当にできていたなら本当に嬉しいことですので、このまたねは残しつつ、他の方が考えてくださった気をつけ礼をドッキングさせるっていう感じでなりました。ですのできっとね、次の動画ぐらいから多分この挨拶になっているのではないかと思われるので、その際はね、ぜひ皆さんも画面の前で礼ってしながら動画見終わってくれればなって思ってます。はい、以上報告となりました。それではこれからのクレアの衝撃もぜひともよろしくお願いいたします。それではレイでした。またねー。